ソビエト社会主義共和国連邦、いわゆるソ連邦が成立したのは1922年のことです。ソ連邦解体を考える上で、この連邦が1917年の2つの革命、すなわち3月革命と11月革命を経て形成されるに至った経緯を解雇することが大切になっています。ロシアの専制政治はすでに20世紀初頭の日露戦争の最中に起こった血の日曜日事件以降動揺していましたが、第一次世界大戦への参戦に伴い、この国の後進的な政治と経済の矛盾は一層深刻になり、前線の兵士や困窮した民衆だけではなく、資本家や知識人の間でも皇帝ニコライ2世を中心とする専制政治への不満が広がっていました。当時首都ペトログラードでは和平とパンを求める労働者のストライキや暴動が繰り広げられ、軍もこれに合流したので、ついに皇帝は退位し、約300年も続いたロマノフ王朝は崩壊してしまいました。これが3月革命です。その結果、立憲民主党を中心に臨時政府が創設されましたが、当初は労働者や兵士の組織する評議会、いわゆるソビエトもこの政府に協力していました。しかしこの年の4月、亡命先のスイスから帰国したレーニンが、全ての権力をソビエトへと提唱し、彼が率いるボリシェビキが彼とトルツキーの指導の下で、ついに武装蜂起によって臨時政府を打倒します。これが11月革命です。続いて開かれた全ロシアソビエト大会は、労働者による工場管理や地主の土地の募集と農民への分配、全交戦国との即時講和の方針を打ち出すとともに、レーニン主犯の新政権は選挙に基づく憲法制定会議を武力で閉鎖します。これによってロシアは西洋的議会制民主主義の道から決別することとなりました。1918年3月にはボリシェビキはロシア共産党と解消し、首都をモスクワに移すとともに一党独裁体制を固め、内外の反政府勢力と軍事的に対抗しつつ、いわゆる戦時共産主義を実施して、工業の国有化や穀物の強制徴発を強行しました。その結果、国民の経済生活は悪化し、飢饉も重なって多数の餓死者が出るに至りました。そこで政府は NEP 新経済政策の採用によって、企業の私的経営や農産物の自由販売を部分的に認め、経済的回復を図りました。対外面でもいくつかの共和国の連合体としてのソ連邦の成立と、同年のドイツとのラパラ条約による国交回復など安定した状況が見られましたが、ほどなくレーニンの後継者スターリンの暗黒の時代が訪れます。